こんにちは、柳田理香の1日医師科学。石炭や石油や天然ガスは化石燃料と呼ばれます。これはなぜでしょうか。まず石炭を見てみましょう。これが石炭です。石炭は昔の大きな植物が洪水で流されて泥の中に埋まり、地面の熱と上から押しつぶされる力で炭の塊になったものです。ですから昔の植物の化石と言えるんですね。石油と天然ガスは昔の生き物の死骸が海の底に溜まってできたものです。上に積もった砂や泥の重さでぎゅーっと押しつぶされると同時に地下の熱を受けて油とガスに分かれました。油が石油に、ガスが天然ガスになったわけです。このように石油と天然ガスはいつも一緒に作られます。今では天然ガスは大切な資源になっていますが、昔は天然ガスを利用する技術がなかったので、石油が取れた場所でどんどん燃やされていました。地球はとても広く歴史は長いのですが、これまで生きてきた生き物たちの数には限りがあります。ですから化石燃料は大切に使わなければなりません。今日の一日一科学。化石燃料は昔の生き物の体からできた。人間の力では絶対に作ることができないものなんですね。また明日。